匠は麻雀が弱い。もちろん麻雀の師匠ではない。霊感が異常に強い大学の先輩で、オカルト好きの俺は彼と、旗から見ると気色悪いであろう師弟関係を結んでいた。その師匠であるが、2、3回手合わせしただけでもその実力のほどは知れた。俺は高校時代から友人連中とバカみたいに打ってたので、大学で牛組とは一味違う新入生として、サークルの先輩たちからうざがられていた。師匠に勝てる部分があったことが嬉しくてよく麻雀に誘ったが、あまり乗ってきてくれなかった。弱みを見せたくないらしい。一回生の夏頃、サークルボックスで師匠と同じ院生の先輩と二人になった。なんとなく師匠の話になって、俺が師匠の麻雀の弱さの話をすると、先輩は、麻雀は詳しくないんだけど、と前置きして、意外なことを話し始めた。なんでもその昔、師匠が大学に入ったばかりの頃、健康的な男子学生のご多分に漏れず麻雀に手を出したのであるが、サークル麻雀のデビュー戦で、約万、麻雀で最高得点の約、を上がってしまったのだそうだ。それからもたびたび師匠は約万を上がり、麻雀仲間をビビらせたという。僕はそういう話を聞くだけだったから、へえ、と思ってたけど、そうか。弱かったのかあいつは。いますよ、約万ばかり狙ってる人。約万を上がることは人より多くても、大抵弱いんですよ。俺がそんなことを言うと。なんでも、出したら死ぬ約万を出しまくってたらしいよ。と先輩は言った。え？頭に中連宝刀という役が浮かぶ。一つの色で、イイイイ、ヤン、サン、ツー、ウー、ロー、チー、ハー、キュー、キュー、キュー、みたいな形を作って上がる、麻雀で最高に美しいと言われる役だ。それは作る難しさもさることながら、出したら死ぬ、という麻雀打ちに伝わる伝説がある、いわくつきの役マンだ。もちろん僕も出したことは愚か拝んだこともない。ちょっとゾクッとした。麻雀牌を何度か燃やしたりもしたらしい。確かに中連宝刀を出したパイは燃やして、もう使ってはいけないとも言われる。俺は得体の知れない師匠の側面を覗いた気がしてひるんだが、同時にピンとくるものもあった。役満を上がることは人より多くても大抵弱い。さっきの自分のセリフだ。つまり、師匠はデビュー戦でたまたま上がってしまった中連宝刀に味を占めて、それからもひたすら中連宝刀を狙い続けたのだ。めったに上がれる役ではないから普段は負け続け、しかしごくごく稀に成功してしまい、その度パイが燃やされる羽目になるわけだ。俺はその推理を先輩に話した。しかし、俺の話を聞いていた先輩は首をかしげた。でもなぁ、中連宝刀なんていう名前だったかなぁ、その役満。そして、と唸る。なんかこう、一撃必殺みたいなノリの、電柱みたいな。そこまで言って先輩は手のひらを打った。思い出した。天宝だ。天宝。俺は固まった。言われてみれば確かに天宝にも、出せば死ぬという言い伝えがある。しかし、狙えば近づくことができる中連宝刀とは違い、天宝は最初のパイが配られた時点で上がっているという、完璧に偶然に支配される役満だ。狙わなくても毎回等しくチャンスがあるにもかかわらず、出せば死ぬと言われるほどの役だ。その困難さは中連宝刀にも勝る。その天宝を出しまくっていた。俺は師匠の底知れなさを垣間見た気がして背筋が震えた。出したら死ぬなんて、あいつが好きそうな話だな。先輩は無邪気に笑うが、俺は笑えなかった。それから一度も師匠とは麻雀を打たなかった。